ゆるちゃん会長さん焼肉のタレ MT ゼロナさん焼肉のタレありがとうございます。どうも皆様、カエルチョコとはね、ちょっとポスターでかいな、なんかここに貸してもらって、これね、そうもらったんです。めっちゃ可愛いよね。前髪が不調ですが、これもちょっとこっち、こちらね、まあ私用ではないんですけれども、カエルチョコ、カエルチョコ、あのハリポタを知ってる方ならもうカエルチョコやんってなるんですけど、もう知らない人からするとただのカエル型のチョコですよね。本当に入るチョコって言うんですけど、あれ私串がない。こんばんは。カエルチョコはね、ハリーポッターの賢者の一番最初に特に登場す、まあ、主に登場するんですけれども、なんかさ、ハリーめっちゃ有名なシーンですよ。なんかカエルチョコがハリーカエル、あのシーンが出てきますね。一番最初と一番最後に出てくるのよ。そう、本当にハリーとハーマイオニー、ハリーとロンがこう電車に乗ってカエルチョコ食べようぜみたいになって、カエルチョコをこう開けて、で開けて、でね、そしたらカエルが、そう、窓の外に逃げちゃうみたいなやつなんですけど、そう汽車の中です。ホグワーツ急行の中、まあ本来はね、もうちょっとごっつい形をしてるんだけど、こうやって売ってますね。でこれはね、あれです、本来のハリポタにも入ってるんですけど、カエルチョコの中にそのニジン、なんてやる、あの
ウィザードカードっていうのが入ってて、ニュークレクコレクティブウィザードカードインサイウィザードカードっていうその魔法使い、有名な魔法使いのカードが入ってるよみたいなやつ。まあだからわかんない、私有名な魔法使いかい、もうその中での有名な魔法使いが入ってるんで、もちろん狙いはダンブルドアですけど、ダンブルドアがねが出ましたよね、ハリーは。そう、ワクさんハートありがとうございます。でどっちかを、まあ、噛んでこっちで、これはね友達にあげるんだ、あげるんだよこれも、チェリービーンズ、まあこれ有名ですよね、100ミビーンズ、100ミビーンズはちょっと、まあ、もうすぐ誕生日らしいのでね、ちょっとあげようかな、ちょうどいいよねお菓子。いやもう本当の100ミリーズ、こんなでっかいんで、このサイズがありがたい本当に、うん、しかもこれ300〜400円くらいかな、だからお友達とかと盛り上がるかなみたいな。んでこちらも後で送ります、お届けします。いやでもね、これぐらいしか買ってないですね。だって一個一個お高いんだもん。一個一個お高いんだけど、でもこれはこの前買ったから、これはあの、カードケース。IC カード入れみたいな。なんすよ。あとはカード、いやもうええ値段するんですよ。だってこれで500〜600円ぐらいですよ、税込み600円弱。いやいやいや、どこの高級チョコやって言いたいけど、カード入りなんでね、そりゃ買っちゃうよみんな。だってこれめちゃめちゃ売れてたもん。しかもさ、なんか嬉しかったのがシンプルに、ハリーポッターをこんなに好きな人がいっぱい、ハリーポッター好きな人がこんなにいっぱいいるんだっていうのがすごい嬉しかったですね、私的に。なんかもうレジめっちゃ並んでてびっくりし、めちゃめちゃ並びましたね。まあでもレジが2個しかなかったっていうのもあるんですけど、そう、
魔法どころはね、空町、スカイツリーのとこの空町と丸の内の丸ビルに今会ってますね。どちらも。カード、わかんない。私、現金、なんか現金、何があったっけ？なんか、なんかね、何で払ってる人いたっけな？なんか結構でも、結構、数が少なかった払えるものの、そうめちゃめちゃごった丸ビルの方はごった返してましたね。本当に。けど空町の方も結構ごった返してましたね。ハリーポッター、そう友達の、自分も行きたかったし、自分も、ま、あのネットにネットでも買えるのよ。そうネットで買ったら送料がかかるじゃん、送料かかるじゃんか。で九州から頼むとさ、どうせ九州は1000円ぐらい取られるんだろう、遠いからあつてねえ。本当に九州ってだけで、九州、ま、北海道とか東北の方も絶対分かってくれると思うんですけど、九州とか東北ってだけでめちゃめちゃ送料かかるじゃん。そうだからもう行った方がマシだと思って。そうで友達も送料かかる、送料な、送料かかるしなみたいな。1万円以上買ったらいいんですよいみたいな。でも1万円以上買わ、まあ、全然なんか買おうと思えば買えるけど、そこまで散財する勇気はないですね。いい感じです。そうあと実際見てね、見て選ばないと。送料はね、私もうそのお友達は誕生日が近いってことで、ちょっとサンプルも一緒に封入して、質素倹約ってなんだろう、そう結局サンプルと一緒に送れるのありがたいなと思って。あとこちら買っちゃいました、カード、ポスト、なんて言うんだろう、カード、カードですね。まあなんかハッピーバースデー的なの書こうかなと思って、これ9と4分の33番線のチケットカード、めっちゃ可愛くて、これもうこれ一目で 見て買いましたね。一目惚れです、可愛いでしょ。
もうあのハリポタオタクならめっちゃ上がる商品です。でもこれね、私の友達の、じゃあ私がこう選んでる時に隣の女の子たちが、え待って、9と4分の3番線のチケットあるよって言って、チケットからあるよって言って、あもうこれ買うしかないっしょって言って、もうねすぐ手に取ってたんで、あ同じなんだな、同じなんだなってちょっと嬉しかったですけど。これでも1枚780円するんです。だから2枚、ちょっと2枚限界かなみたいな。なんか使いどころないからさ、まあ私そのハッピーバースデーってやつを書こうと思って、そうあのハリポタオタクなんでね、その子も、そうだからハリポタオタクなので、なんかホグワーツのね入学の手紙、わかるかな、入学するときに手紙が届くんですよハリーに。あのレターセットあったんですよ。けどどんぐらいだっけ、何枚入りかは全然覚えてないけど3000円ぐらいして、いや買えなーって思いながらパスしましたね。泣く泣くパス、泣く泣くパスです。本当で、あとアズカバの囚人のシリウスブラックのねトートバッグ、まあ、あのこれも知ってる方は知ってるんですけど、そうシリウスブラックのやつ、これもめっちゃ求めて買いに行ったんですけど、なんかもう売り切れてて、あそうステッカー、ランダムステッカーとこれがもう売り切れてて、一番欲しいやつやんって。でもみんな同じなんだなみたいなね。しかもこれ880円で買えちゃうし安いみたいな。これアズカバンの囚人の柄、シリウスブラックっていう、もうすんごい、そのなんていうんだろう、重要人物ですね。アズカバンの囚人っていうストーリーの中の重要人、アズカバンの囚人に限らず、シリウスブラックっていうハリーの名付け親、そう実はもうね、があのな、まあ、冤罪みたいな感じで死刑囚になっちゃってるよーみたいな、死刑囚だよみたいなの時の写真のやつ、すごい、再入荷ってなってる。12月で1日ぐらいに入荷されると思いますねっていう、あーこれじゃないか、ステッカー、いやそれはランダムステッカー売り切れるよね、それはそうって思った。でもステッカー16種で8000円ぐらいするセットが売ってあって、いや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 、やばいっしょって思いながら、えこれソールドアウトしてる、すごい、うん、マジかマジかマジか、ステッカーこれ、ステッカーセットコレクションシークレット2種入って全16種8800円、ソールドアウト、すごーマジか、いやーでもこれは欲しいよな、わかる、これは欲しいよ、うんうんうん、えでも、え買えるじゃんこれ、
なんで？あ、店頭で買ったらないよってことなのか。ステッカーコレクションも550円するな。でも欲しいよね。これは欲しいよね。これは欲しいよね。そうそう。ローン。店頭には売ってなかったのよ。このステッカーセットコレクション。1個550円です。シークレットの衣装ってことはやっぱりランダムか。ピエン。ステッカーは自身で集めた派ですか？え、どういうこと？でも自身で集めたい。おお。白押しステッカー、ホグワーツ急行チケット白押しステッカーは売り切れてるけど店頭にはありましたね。IC カードステッカーがあるハニーデュークスの。かわいくない？うわ、ちょっと買えるな買えるな。いや、ホグワーツのさ、バッグがめっちゃかわいくて、シンプルに、え？めっちゃすごくねみたいな言ってた。周り選んでる子たち。ちょっとこれ見て。これシンプルに可愛くない？そう、これはね、普通のホグワーツのロゴと、あとあのグリフィンドールハッフルバフみたいな、そのあれによってね違ったりしますから、すごい人気ですね。そう、シークレットでもその 全種入ってる8800円の買えば全部一気にゲットできるよーみたいな。そう、だから買う人多いんだろうね。そう、こんな8800円、高ー。で、これはね、チケット柄、もうこれかわいい。いや、これはメイドイン UK。 おー、マジか。そうなんだ、ジャパンかと思ってた。これはあのなんかさ、ステッカーもまあ欲しいんですけど、こういうのめっちゃいいなと思って、だからこれ切り取ろうかなって思ってるんだけど。だってめっちゃこれ、わかります？このキラキラ具合。これもね、これはね、いろんな、その、なんていうの、いろんなやつです。いろんなやつ。ちょっと待って。
シリウスブラックポスターも。売り切れてる。すごっ。グリーティングカードだ。グリーティングカードっていうやつらしい、この。グリーティングカード。グリーティングカード。あった。これは謎のプリンス、スラグホーン先生の棚にあった魔法薬学。魔法薬のラベル。だって、これ魔法薬のラベル。戻った。薬、そう、魔法薬のラベルらしい。ホグワーツ許可証レターセットあった。違う。賢者の石でさ、一番最初のホグワーツからハリーが届くやつ、このお手紙セットが売ってて、そう、こういう書けるのよ、こうやって。あ、これはね、ステッカーじゃなくて、これは普通にグリーティングカード。さっきのグリーティングカードっていうのは、その欧米とかで、そのね、なんて書いてあったかな、欧米とかでクリスマスとか誕生日とか父の日母の日とかっていうのに、2つ折りのカードをにこういろいろ書いてプレゼントするっていう習慣があるんですけど、そのね、これ私のだから開けようか。そう、あれはあれも開けるんだけどさ、結局友達っちにあげるから、こんな感じ、ここにかけるよみたいな。そう、ここにかけるよう的なやつなんですけど、やばい、メイドイン UK はやばい。ポーション07、ポーションナンバー7。ナンバー25。ああ、なるほど。ちょっと汚れてるのもリアル。すごい。見えますかね、ちょっと汚れてんの。汚れてるデザインなんだけど。うん、これは、でも可愛いな、これスマホの裏に入れてたら。いや、もう分かる人いないと思うけど。そう、入学許可証レターセットはね、3480円、税込み。高っ。あと送る人いないなみたいな。別になんかハリポタ友達
ほんの数人だし、ハリポタわかんない人に送っても、あ、ありがとうって価値がね、全然見出せないよね。そう、多分。そう、私もステッカーを買ってこのスマホの後ろに貼ろうじゃない、挟もうと思ったのよ、けどなかった。ヒカルはハリーポッター好きだよ。まだなんかでも聞いて言ってたっけ、なんか聞いたことある気がする。いやもうガチ好きなんですよ、ガチ好き。ガチ好きすぎて、ガチ好きの方ですね、ガチ勢。忍びの地図のパズルもソールドアウトしてるやん。ハリーポッター、ニンバス2000のニンバス2000の1分の1スケールのレプリカあるやん、マジ笑っちゃった。かっこよー。5万するけど。49,999。いや、これは、ハリー・ポッター知ってる方は分かると思うんだけど。欲しい。見て。ハリー・ポッターが、試合で乗ってるやつですね、これもらって。うん、すごいね。私ならせこいからカラーコピーして挟む。あー、確かに。でも、あー確かに。でもこれ分厚いからさ、ちょっと挟んじゃったら、もう私結構いろいろ挟むんですよ、挟んじゃうんですよ、ここに。で、その時に起こったことが、ここが分厚すぎて、これがもう浮いてくるみたいな。まあ、ケースごと浮いてくるみたいな。で、私、こういうやつを今つけてるんで、ケースごと浮いてきたら、ちょっとポロっていっちゃう可能性があるんで。確かにね、でもこのキンキラキンがいいよね。キラキラしてるな。そう、ニンバス2000。これはでもこの、これはこう、これはちょっと一旦戻す。めっちゃ可愛いのいっぱいあったんですよ、このグリーティングカードに。クイプロのやつとか、ダンブルドア先生のやつとか、ベラトリックスのやつとか、めっちゃあったんです。だからもうほんと欲を言うと全部欲しかったけど、さすがに全部買ったらやばいから。いや、魔法薬学のグリーティングカードめっちゃ可愛い。あ、これはあれか、これ私が持ってる。クディッチのワールドカップグリーティングカードとか、ニュートスキャマンダー指名手配グリーティングカード、あ、これですね、指名手配系って言ったらあれだけど、指名手配のやつとか、
ね、ベラトリックスのやつとかはあのこう傾けるとさ 3D に見えるやつあるじゃないですか。あの素材がその写真のところにだけ使われてるので、その本当に映画の中の動いてるような感覚が味わえるよみたいな商品ですね。これ写真撮ろう。全ハリポタオタの皆様へっつって。ね、でもなんかああいうのがとかもいいなと思った。のさ、かざすとさ、かざすと 3D に動くよみたいなギミックとかあったら、ね、面白そうだなって思った。まあ、絶対高くなると思うけど。イエーイ、嬉しい。今日ホグワーツ柄じゃん。違う、間違えた。今日なんだっけ、オッケー。タレットディムーさん、ハートありがとうございます。竹本さん、焼肉タワーありがとうございます。明日から2日間 USJ 行ってきます。ハリポタも行ってきます。最高。 USJ のハリポタマジで永遠に乗りますからね。私もう何万回も乗れる気がする。なんならもう飽きるまで乗る企画なんかやりたいわ。メガキュちょっとこの書く音が苦手な方すいません。ジュース、はい。竹本さん、焼肉タワーありがとうございます。ありがとうございます。そして横吉さん、焼肉のタレありがとうございます。そう、ガチ、もうガチガチの人なんですよ。三重師の2人は多分そういう系ね、あんまり興味ないと思われます。はい、私がもうハリポタ大好きなの知ってるけど、もう面白そうやけん見てみるわって言ってたけど、まあ、ハリポタね見出すと長いからね、ちょっと暇ある時に見なって言ったんですけど、そう、本当に好きな人じゃないとね、ちょっと気まずい空気が流れたりするかもしれない。そう、でもそういうハリポタ友達がメンバーにいなくて、
イエーイ、これめっちゃ嬉しいわ。私用じゃないんですけど、私これは、お話し会でハリポタ語りたい、来てください。今再販やってるので、ぜひ2月の19と20。I can stop so funny。 お話し会再販が合っているので、ぜひお越しください。2月19日は7、8、9部、2月の20日、20日が4、5、6部となっております。第5再販第3次はいつまでっていうものかな。25日木曜日の13時までです。じゃあ正面から13時か。仕様で偉人は話して、か緑生徒そうそう、そのロエナさんはね、その娘に恋をしてた男爵にもう一回娘に会いたいっつって探させたんです、見つけたんですけど、その見つけて、で男爵がアルバニアの森っていうところでヘレナを見つけたけど、一緒に帰るのを拒まれた時に怒りに駆られて、自由への恨みから、あの彼女に暴力を振るいナイフで刺し殺したのよ、ヘレナ・レイヴンクロー。ヘレナをやっちゃったけれども、でもすぐさま我に返って、男爵も同じナイフで自殺したよみたいな。でヘレナはもうレイヴンクローの寮付きゴーストっていう、その寮のゴーストがいるんですけど、寮付きゴーストになって、男爵はスリザリン寮の寮付きゴーストになったなってんのよ。そうなのよ。そうだからゴーストとして映画に登場してくる。いい髪飾りね、素敵よねこれ。でもレイヴンクローの髪飾りは、アピウッドさん、お猿さんありがとうございます。去年マリエンバーゴさん、アイスありがとうございます。でもレイヴンクローの髪飾りとか、ハッフルパフのカップとか、スリザリンのロケットとかは、あのねねって結構ヴォルデモート様とか変わってくるので、我が君、
クランキーチョコだ。これ写真撮ろうっとこれ写真撮ろうっと。めっちゃリアルで草、めちゃめちゃリアルやん。ちょっとカメラの容量ないって言われた。なし。容量がないって言わないで。やだ。まあそう仕方ないんだけどさ、私容量がないからすぐ余裕なくなる。これ消し。変える。いや本当に容量なくて、本当にマジで。けどやっぱ写真、私写真とか好きなんでね、撮っちゃうよね。パーカーの紐するのかわいい、ありがとう。さあ、みんなカエル嫌いな人いると思うからこう食べます。うん、普通に美味しい。うん、めちゃくちゃ美味しい。うん、おいしい。ミルクチョコですね、ちょっと甘い。チョコタイ産かなタイって書いてあった気がする。タイ産かなつって。
原産国民、あーどこ行ったタイって書いてあるね。美味しい、しっかり美味しい。マシロちゃんが夕方の配信で夢見る見てるって言ってました。めっちゃ嬉しい、ほんとに嬉しい。それはうん、え嬉しい、え嬉しい。マシロゲストで呼ぼうかな。でも面白そうですよね、マシロパイセンと私たち。どちらもちょっと変わってるで、どちらもちょっとお互い変わってるんで、なんかね革命が起きそうですよね。化学反応がすごそう。本当に。甘っ。ごちそうさまでした。美味しかった。マシロね、ね、メンバーとかが見てくれてるのって本当に嬉しい。
本当に嬉しいよね。夢見る夢見る目がそれぞれの TO を呼ぶ会みたいで、宇多田さんと一緒にさ、誰だろうか。お豆腐さん、初見ありがとうございます。いてて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 、みんなライブ来ろう。でもこれ同じの出たらめちゃめちゃなえるよね。だって600円もかけてるのに、いや同じかないみたいなね、なえるよね。確かになえる。こうやって袋に入ってるんでね、ベタベタにはならないんで、なのでありがたいんだけど、私カエルチョコ置いちゃったから、この上にさっき。トレードできたら、でもしてる人いるんじゃない？ツイッターとかでさ、あるやん、よく変えて交換してくださいみたいな、あるやん、よく。あると思いますよ。だから全然マシルちゃんもいい子でした。マシルはいい子ですよ。うん、ユニバー行きたいな。すごっ。はい。でもセーラーさ、足元があれ、あれめっちゃスカート長いの知ってます？もうめっちゃスカート長いんですよ。だからそのレモハモルーマを踊ったところでいまいちになっちゃうんですよね、白セーラーで踊ったら。そうだから、なんていうの、ちょっとスカートを中学生ぐらいにぐらいの長さにできればいいんだけどなみたいな。押し立てするのもできるけどね。ユニバに行ったらまずはじめに何をするんですか？なんやろ。ユニバ行って、はじめに？とりあえず乗りたいの乗ろうかって言って。何行くかな？でもいつもなんかハリドリとかフライングダイナソーに行っちゃいますね、最初。そう。温暖化で行くときは。そう。けどひなことゆきまると行ったとき3人でね一回行ったんですよ。そう、のんのんがのんのんも今日かも来れなくてみたいな。そうで3人で行ったときがあったんだけど、そのときめちゃめちゃね有意義に、なんていうの、その、まあ、アトラクションもいっぱい乗りましたけど、めちゃめちゃ空いてて、平日のねお昼、平日火曜日とかに行って、で平日ってめっちゃ人少ないじゃないですか。だから朝から行って、でめちゃめちゃ少ないから、なんかハリポタもいつもめっちゃ並ぶんですよ。まあ休日とか夏休み系だったら結構もうえぐいぐらい並んでるんですけど、
下手したら2時間ぐらい慣れましたかね。何年前か覚えないけど、そうが50分かかってないの、40分ぐらい、30分か、30分待ちになってて、え、30分待ちで行こうぜって言って30分でハリポタ乗れちゃったりとか、フライングダイナソーとかも結構、まあいつも結構並ぶんですけど、フライングダイナソーとかハリドリとか、そうけどハリドリとかもスムーズに乗れちゃって、でハリドリだっけな、ハリドリか、あ、フライングダイナソーもね乗りましたね。もう2回乗ったっけな、ハリドリが2回乗ったか、ハリドリがバックドリフトみたいなやつあるやつだっけ、なんかあの後ろから背中から行くジェットコースターがあって、背中から行く方がもうめちゃめちゃ空いてたんで、背中からも行ってみようぜとか言ってそう、背中からも行ってみようぜとか言って、背中バックドリフトみたいなやつ乗りましたね。バックなんちゃら、なんか後ろから行くやつ。でもめちゃめちゃ楽しかった。バックドロップ、なんかでもそんなやつ、新一郎さん、すき焼きのタレ、竹本さん焼肉のタレ、ありがとうございます。バックドロップか、バックドロップ、ハリウッドドリームザライドっていう、そのなんか音がここにスピーカーがついてて、でまあ隣の人みんなね、ここについててね、で隣の人はもうこことここみたいな、そうでこう流せるんですけど、あ違う、音が、じゃ席がこうなってて、ちょっとこう内側に入ってて、そっからスピーカーがここにあって、で好きな曲流しながら行けるよみたいな感じなんですけど私らはね、もうね、いつもなんか教科がいいタイミングでなんか用事あったりとか来れないくてみたいな、で4人なんですよいつももうもはや4人とか3人なのよいつも、誰かしら来れないんだけど、そうでハリドリも4人なのよ、席が4人席なんですけど、で、あ、これです、これ。こういう乗り物。そう。めっちゃ乗りたい。4人なんだけど、で、4人で何するって言って、同じ音楽を爆音で流して行くのがもう本当に楽しいのよ。そう。バックドロップは、なんか浮いてる感がめちゃすごい、もうなんてやろ、すごい超やっぱさあってやっぱさ、ジェットコースターってこう降りるから背中側に圧がかかるのよ、こうこっち側ね、普通こっち側に圧かかるじゃないですか、でこうふわって浮くときはこう自分の体がちょっとこう縦にこう浮くみたいなじゃないですか、普通のジェットコースターって。でバックドロップって後ろからこう行くんで圧が前にかかるわけですよ、だからもう背中がちょっと何て言うんだろう、背中側にかかんないから、まあ、ここしっかり抑えられてるんで背中とか腰が浮くみたいなことはないんですけど、
重力がね前にかかるんでめっちゃ怖いですね。シンプルに。でもそう、うちら4人というかもう5人、うちら5人絶叫系大好きなんで嬉しいわ。もう絶叫怖い人がさ5人中1人とかいたらさちょっと気まずいじゃないですか。もうみんな絶叫いけるからもう乗りまくってますね、みんなで。そう、焼肉タワーありがとうございます。ありがとう。佐世保バーガー買いました。あら美味しそうで、あら美味しそうで。何を聞きます。わかんない。その日その年によって結構違ったりするんですけど、もううちらはだいたいシェイクイットオフ、テイラースウィットさんのシェイクイットオフを一番初めに乗った時は聞いたかな。で2年目に行った時に、2年目というかまあ全員旅行2年目そうにの時に、そのハリ違うハロウィンの時期に行ったんですよ。で三代目さんのさ「ラタタ」って曲がそのテーマソングみたいになってて、そうみんなで踊ろうみたいな、そうそう、ハロウィン時期になった、ハロウィンシーズンになったらそれが、それをあのキャストさんたちが踊ったりとかしてるんですよね。でそのハロウィンシーズンだから、でしかもまああのなんか選ぶのがあんちょっともう寒す、手が寒すぎて全然こうやって押しても誰かのが反応しなくて、ゆきまるかな、じゃあひなこか誰かの帰れなくて、もうなんか帰れないっていうかすごい戸惑って、だからじゃあみんなでラタタで 全開で楽しんでもうなんかテンション上げていこうぜみたいな感じでみんなでラタタにしましたそう、あとは何にしたっけな、でも全然覚えてない。であのなんかテンション上がる系にしてますいつも。結構ねそんなないのよね曲数が。ハリドリ曲あ5曲ねあるのよ。やっぱりほらシェイクイットオフは入ってるのよ。でラタタも入ってんの。あ、大阪ラバーも入ってた。大阪ラバーっていうのかな。大阪ラバー。ドリカムさんの大阪ラバー。あとは、あとの2曲は、結構変わったりするね。今はね、23。なんて言うんだろう、フェスタみたいな、分からんけどと、あの鬼滅の刃コラボ中じゃないですか、そのユニバとコラボ中なんですよ。とユニバとコラボ中なんですけれども、そのコラボ期間中の限定ドラマトラックが入ってるらしい。第1弾は炭治郎と煉獄さんがドラマトラックに登場して、第2弾11月8日もう始まってるか、8日からは
ねずこ、炭治郎、ねずこ、善逸、伊之助の4人が登場しますって書いてある。らしい。全然わかんないけど。バックドロップめっちゃ面白いね。バックドロップもシェイクイットオフを聴けるっぽい。ラタタも聴けるっぽい。なんかまあでも一緒かな。キティちゃんバリにコラボしてそうですね。ユニはキティちゃんぐらいコラボしてそうってこと。私もあれね、なんだっけ、あれ見たくて、とっても、あれあれあれだよ、あれ、さあ、ワイルドスピード、ウォー、ワイルドスピード、ウォー、もうなんかめちゃめちゃ全部制覇してみたいなと思うのよ。もうなんかマジで時間ある時しかさ見れないけど、アイスピーってみたい。つむじかじさん、焼肉のタレありがとうございます。ありがとう。アイスピー、そう、あのアイスドリフ、ん、アイスなんじゃアイスなんちゃらってあるよね。そう、あるんだけど、なんやっけな、アイスブレイク編しかしっかり見てないからさ、別れの言葉はなしかのやつ期待してたんだけど、あの期待してる間にいつの間にか終わっちゃったっていう。そうそうそう。で、YSP 好きな友達とかいるんですけど、ね、別れの言葉はなしかってやつなかったんだけどとか言ったら、それ違う話だわって。あ、そうなんだっつって。ハッピーユットさん、お猿ありがとうございます。マッチさん、ビギナーありがとう。何変って聞いてんだけど、全然返信しないし。かわいい。バケハいいね。アイスブレイク、アイスブレイクの飛行、アイスブレイクめっちゃめっちゃおもろかったです。
めちゃめちゃおもろかった。もう普通にハマりそう、 YSP。 でもこの前調べたんだけれども、この前調べたんだけれどもさ、めっちゃシリーズあるやん。もうどっから見てればいいのか分かんなくてさ、よく分からんのだよね。言うても、うん、何やろ、分からんやろ。いや、そんな子じゃないっていうか、私の友達そんな子いないからいいんだけど、多分暇じゃないんだろうねそう、私もちょっとSNS の返信遅い系人間なんで。どっから見ればいいの、 YSP って。なんかさ、2001年のやつあるじゃん。あれは、あ、ここからは見なくていい。もはや。見る順番って書いてあるわ。そりゃそうだよね。YSP2000。待って、2001なんか、私まだ生まれてないからね。そりゃ、ね、全種類見たことないわ。マックスが3。4がメガマックスでしょ。5がエアロミッション。もうよくからん。で、東京ドリフト。東京入ってんの嬉しいよね。 OSP スカイミッションで、8番目アイスブレイク。これはね、この前見ました。で、スーパーコンボ2019。アイスブレイクいつ ?17 か19、15。あ、6から15すごい空いてんだね。2006年の東京ドリフトからめちゃめちゃ空いて2015年なんだ。でもね、2015から2年おきに出てるんですよ。2015スカイミッション、2017アイスブレイク、2019スーパーコンボで、2021今年アイスブレイクの5年後のスクノブライアンくんが誘拐されちゃうよって話らしい。ジェットブレイク、へーへーとか言って。でも私コナンをちょっと前に見たんですよ。名探偵コナン、まあ、普通に好きなんですけど、名探偵コナン、コナンの映画をちゃんとしっかり理解しながら見たことがないかもしれないまあないというか、あるけど、やっぱちっちゃい頃にさ、そういう金曜ロードショーとかで会ってるやつを見たぐらいだから、あんまりなんか話は若干理解してるけど、5割ぐらいの要領で理解しながら見てたからさ、ちゃんと把握しながら見たいよね。私、カラクレナイのラブレターめちゃめちゃ見に行きたかったんだけどさ、おーおお、びっくりびっくり、なんか用事がかぶって全然行けなかったんだよね。懐かしいわ、もう。からくれないのラブレター2017年でしょ、私が加入した。いや、私全然知らないのよ。キャラは一番灰原さんが好き本当に灰原さんが好きです。
まあ、あのなんちっちゃい頃からなんとなく灰原さんが好きだったんですけど、やっぱちっちゃい頃コナン見るじゃん。いや、わかんないけど、みんなはちっちゃい頃って結構さ、コナン見がちやん。まあね、あ、ちょうどいい時間に合ってるのもそうですし、そう、灰原愛ちゃん好きです、好きですって。灰原愛ちゃん、灰原さんもあれですよね、ちっちゃくなった人ですよね。ちっちゃくなった人の一人。悪の組織の元一員で、本名は宮野志保ちゃん。そう、確かあのちっちゃくなっちゃったよみたいな。あの中身は、見た目は子供、頭脳は大人のもう一人の人ですね。そう。私はコナン君の友達のおにぎりみたいな言い方な、元太かな、元太君みたいな子いますよね。絶対元太君やん。うんうんうん、元太君。でも私怪盗キット結構好きなんですよね。キットいいよね。そう、でも私は一番は灰原ちゃんです。もうマジ可愛い、推し、シンプル推し。灰原さん本名バレしてたかもらしい。なんかこう調べたら書いてあった、本名は宮野志保といい、その優秀な頭脳を黒の組織から高く評価されて、コナンを小さくしたあのアポトキシン4869の開発に携わっていました。めちゃめちゃ頭いいや。でもコナンってさ、まだ集結してないんだね。うん、ふと考えたらさ、そうだよね。だって黒の組織の正体が明かされてなくない？まだ。わかんない。詳しくないかわかんないけどさ、そういえばなんか黒の組織言ってるけど、なんか全然なんか身元知らないなと思って。コナンはね、今ちょうど100巻ですね。今100巻で、次発表、発売日未定ですけど、101巻、101巻は発売日未定って書いてある。ワンピースと一緒やん。ワンピース。と一緒ですね。コナン好きなメンバー、ね、あれです。なんか誰かいたんだよな。ルンバだっけな。ルンバ結構コナン好きだった気がする。コナンくんって言ってるイメージね。コナンくんって言ってるイメージ。自分に似てるとか、いやなんかよくわかんないけど、なんかその冷静な感じとか、たまにさ、たまにちょっと可愛いじゃないですか。そう、たまに、ま、すんごい冷静だなんですけど、なんていうの、たまに可愛いじゃないですか。それがもうすごい好きですね。
はい、すごい好きです。アリバラさん派閥派閥、アリバラさん派閥、こんなんね、もう25作もあるんだ映画。そりゃあね、わかんないわ、さすがに。そりゃそうだわ。ゴールデンウィークに新しい映画出るんだ。見たいな。でもコナン君の映画ってさ、面白いよね。名探偵コナンってシンプルに面白いよね。私結構好きなんですよね、コナン君。なんかさ、なんて言うやろ、もうなんか事件から なんて言うやろ、もうなんかね、騒動から開始されるじゃん、もうわかります？騒動開始だから結構好きなんですよね。なんかそのずっと最初からハラハラしてる感じ、最初から推理が必要だよね。いや、すごいわ。コナン君なんて実在したらもうすごいわ。ヒカも好きなんだ。そう、多分ルンバがね言ってるの、ずっとコナン君コナン君ってずっと言ってるから、やっぱルンバかな多分。うん、コナン君のみたいな言ってるわ。スズリンダルマさん、焼肉のタレありがとう。コナン君がランちゃんのことになると冷静さを失うところが好きっす。わかる、本当にわかる、めちゃめちゃわかる。めちゃめちゃ、でも確かに追ってみたくなったわ、今の一瞬で。確かに完結してないんだね、今まだ。そうじゃん、気になる気になる。でも今から単行本買うのはちょっときついから、100巻でしょ、無理無理無理。今から単行本買うのはちょっときついから、ま、映画をたしなもうかな。なんかよくわかんない、平次も似た、服部平次みたいなやつ、コンクリのように勝とうなるの人そうやんな、絶対服部平次好きの友達がいたんだよね、確か。服部平次、いやマジでかっこいいみたいなマジでかっこいいみたいな。え、めっちゃラグある、もしかして。映画は推理要素、役者の
確かに、もうなんか最初からさ、最初からなんかコナン君なんかあの不思議な乗り物乗りですよね。なんかあの宙に浮くなんや、あの宙に浮くやつ、最初からあれ乗りかましてくるよね。面白い面白いわって面白いわ。うん、でもああいう乗り物がさ本当に乗れるようになってくる時代になってくるのかもしれないね。今からそういう世界になっていくのかもしれない。小五郎さんと園子ちゃん、いつ自分が解いていないことに気づくでしょうね。確かに。スケボー辞書買え。え、なんかそのさ、私、空想科学読本っていうやつ好きで、小学校の頃。あの、すっごい面白いんですよ。あのね、その本当に、コナン君のスケボーが何キロ、コナン君のスケボーが実際にあったら、乗ることは可能なのかみたいな。で時速このくらいだから人間が乗るには結構不可能であるみたいな、もうガチ推理するの。あの空想の設定をガチ推理するのよ。だからそのアンパンマンの速度は何キロだからこっからここまで何秒で着くよみたいなとか、あのもしアンパンが本当にアンパンの頭だとするとこの時速で走ったら、もうあのしかもその上空、この上空をし走る、こう飛んじゃったらあの圧でしぼんでしまうじゃろだろうみたいな。もうめっちゃおもろいの。うん、それが大好きで、その結構男の子とかが結構みんな読んでたんですけど、そう、私めっちゃ好きですんごい読んでましたね。59分なっちゃった。そう、まああの小学生中学生用なんでね、あのまあね、あの図書館とかに行って、あのあったらぜひ読んでみてください。そう、タケコプター飛べるかみたいなやつ、いろいろ本当にシリーズあるのよ。じゃあ13位ココさん、12位韓国ペンギンさん、11位伯爵さん、10位サイレントディムーンさん、9位ケンちゃんさん、8位ツルリンダルマさん、7位アピーウッドさん、6位横湯さん、5位ジョックスノーさん、4位ベルちゃん会長さん、ミスターノア、3位シンチローさん、2位アナヤさん、ミスターが最高、1位つむじかげさんでした。それでは終わります。バイバーイ。6601人ありがとうございました。 YouTube チャンネル登録、そして、お話し会のあれも合ってるのでぜひ来てください。お話し会待ってます。バイバーイ。